ますんで、はい、まあやっぱり取る気にはいけるでしょうね。そうですね、はい、詰まりながらバットが少し避けましたがセンター前に運んでいきました。マサゴが回ってきます。バックホームされてきましたが中継カット。柳田のタイムリーヒット。ソフトバンク2点目が入ります。かなり詰まった当たりでしたが、まあ、厳しい、ね、ボールだったんですけど、ええ、やっぱりあの詰まってでもやっぱりヒットゾーンに届くというところでは、まあ、バッターとしてはそのいい角度でボールに入ってきていると思うのでバットの角度ですね、はい、ないとやっぱりこう詰まってでも押し込めたりできないので、ええ、まあ、そういう部分では本当にあの状態は悪くないと思うので、あとはやっぱりこう長打をね、はい、打っていくと、もっと状態も上がっていくんじゃないかなと思いますね。